僕トークイベントに出ることが決まりました 2>, 2月15日20時から21日すごい人とコラボしますイエーイ僕フォルテおはようございますフォルテですショッピーントークイベントに出演が決定しましたそしてそのトークの相手のコラボする方はルキオノエ 菊のさんという日本舞踊のねすごい方ですえー、皆さんもねびっくりしたと思いますまあ初めて知る方もたくさん多いと思います、まあ、僕も今まで日本舞踊っていうね文化を全く触れてこなかったのでちょっと調べてへえすごい方だと思ってお話しすることが決まりましたじゃあ僕のコラボ相手がどのような方なのか紹介させてもらいますどういうういい方かっていうのはこちらに詳しくね 経歴を書いていてるんですけども僕がね特にびっくりした部分は「ワンピースのまの、あ、歌舞伎の振り付けをやってる方っていうのにね僕すごい「ONEPIECE」好きだったのでそこがすごいびっくりしたりとか経歴を見た時にこんな機会がなかったら喋れないなっていうね方と喋ることが決まりました今回このね僕がまあ選ばれたのは菊之丞さんが YouTube を見てくださっててお声がけいただいて。 決まりましたありがとうございますいや YouTube ってすごいですねえ今回このイベントはそのりこさんっていうプラットフォームを使って配信するんですけどもそこは一応会員制の場所なんですねですけどもまだ登録してない方は初月無料で登録ができますので、まあ、よかったらぜひチェックしてみてくださいこのイベントはコロナによって僕もコンサート中止にしたし菊之丞さんとかもイベントとかがなくなったりとか芸術家が アーティストたちが働く場所が変わってきていると新しい取り組みをするっていうことで日本舞踊協会さんそのりごさんそして僕が呼ばれたっていうことでこのトークイベントができました今回のこのトークイベントは日本舞踊×まるっていう形なんですよ日本舞踊×茶道日本舞踊×ピアノ 日本舞踊る柔道ということでその中のピアノの代表として僕が選ばれました僕柔道をしてたのでね柔道どんな方なんだろうとね見させてもらったらすごい方で <laughs> あの中学校時にね僕柔道部で黒帯を持って全国大会も出たあの辛い柔道のね訓練を思い出しました <laughs>、まあ、そんな話は置いといてあの日本舞踊とピアノではどういう話をするのかと言いますと表現ですえどういうこと 表現ここういういとです例えばピアノの音を鳴らして演奏する際にどういうことを考えて演奏してるのか話しますよねそしたら日本舞踊の演じてる際踊ってる際菊之丞さんがどういう気持ちで表現してるのかっていうのに対して注目してお互いのそのそれ以外にも僕があの日本舞踊に関してまだ僕もね 実際にはまだ見たことないですしどのようなものかっていうのもまだねやっぱ謎めいた部分が多いと思うんですね日本舞踊もクラシック音楽も知らない人からするともしかしたら敷居が高いと思われている可能性があるのではないかっていうのを話してたのでじゃあ僕は気になった質問をたくさん聞くの上んにしていこうと思いますじゃあ僕だったらあの結構演奏中にいつも思うのは演奏中にいきなりくしゃみが出そうになったこととかはないんですよ ないんですけども踊りながら「アクション!」とかやったことあるのかとかまあちょっとね楽しいこともね聞いていこうと思ってますせっかくの機会ですのでねですのでまあ結構ねお互いに新しい取り組みっていうことですので僕たちもどうなるかわからないんですけどもすごい楽しいトークイベントにしていきたいなとお互いに思っているのでそしてそのりごさんも日本舞踊協会さんも同じ気持ちで新しいことに取り組んでいくってことですのでぜひ、えー、ともね 興味ある方はチェックお願いいたします。最後にえっと菊之丞さんのまあ、活動はどんなことをしているのかっていうね。動画をね。軽く紹介させてもらって終わりたいなと思います。それではどうぞ。 というわけでね、見ていただきありがとうございます、えー。ご興味のある方はチェックお願いいたします。それでは、バイバイ